今回ねプランター栽培をうまくやるコツをお話ししたいと思います。まあ基本俺はプランターあまりやらないんだけども、それでも畑地面に植える分でからプランターだったら俺はこうやるよっていうお話をしたいと思います。でね、プランターやる上で気をつけなきゃいけないのはやっぱり土の容量が限られていることと、水がね乾きやすいと、自然に供給される量も少ないし、脇から日が当たって温まりやすくて蒸発しやすいとか、そういうのあるんで、そこを気をつけなきゃダメなんだけども、まあ、具体的に何をするかっていうと、まず土については、土の容量、プランターのサイズによって限られてくるんだけども、その時、根伸びとかね限られたスペースしかないじゃないですか。そこをどうするかっていうと、50センチとか60センチとかいろんなサイズのプランターあるけれども、だいたい30センチから40センチ、トマトとトマトの間を30センチから40センチ確保してあげてほしいなと俺は思います。あと大根にしたって、キャベツにしたって、白菜にしたって、そのくらいあげてほしいなと。近いと根同士がこう、根っこと根っこがこういて絡まったり、根伸びが悪くなったりして、なんか養分、うん、栄養の奪い合いになってうまく育たないってことがあるんで、やはりそこは間隔をある程度空けてほしいなと。で、間隔空けられないとしても、あの10センチ20センチとかでそういう狭い範囲で栽培したいんだっていう場合であれば、これはもう肥料を使ってあげるしかないかなと。例えば、まあ、化学肥料もそれは一つの選択肢だと思うし、例えば牛糞堆肥とか、例えば菜種油かす米ぬかとか使うことを追肥したりとかね、植えた後に追加で肥料をあげること、追肥、これをやったりするんだけども、まあ、そういうあげるんであれば、あの土の表面にパラパラと好気的条件、酸素が供給される条件、土の中深くに入れると嫌気的条件、空気酸素が少ない状態になるんで腐敗に働くんで、表面に上げてあげれば多少密に植えてもできるかなと思うけれども、俺としてはやはり間隔をちゃんと30センチ、最低30センチは上げてほしいなと。30センチって言ったけれども、玉ねぎとか、人参は15センチぐらいあればいいんじゃないかな。人参も少しこの指ね、3本ぐらいの間隔でもいいっていうから、筋巻きにして間引きして、ね、この間隔に最終的にしてあげれば、大丈夫だと思うんで。で、長ネギとかは結構指2本とかぐらいの間隔でも十分育つと思うんで、まあ、それは作物によって変えればいいんだけれども、まあ、トマト、ナス、ピーマンとかさ、あと白菜とかキャベツとか、まあ、その辺プランターでやるんだったらその辺だと思うんだけれども、それだったら30センチは最低、できれば40センチかなと。で、あと土の容量、深さもあるんだけども、例えば白菜、今喋った白菜とかは確か直根性なんで、根っこがぐっと伸びて横に伸びていくんで、まあ苗とかはね、苗のポットの中で回ってるから直根なんないんだけども、実際に直巻きすると直根のまっすぐ大根みたいな根っこ生えて、そこから横に生えていくっていう形になるんで、そうするとやっぱ深さもある程度欲しいなって思います。だから白菜とかそういう直根性のもの、他に何あるだろう、まあ、大根とかもだけども、ごぼうとか人参とかそういう直根性の作物であれば、やはり深さもある程度確保してあげるような深いプランターを用意してあげることがいいんじゃないかなと思います。で、2つ目ね、水がね乾きやすいっていうこと。これ特に、まあ、先ほど少し喋ったけれども、プランターの横、ちょっとゴミ箱で申し訳ないんだけど、例えばこういう、これノートだって下に穴開けてやればプランターにできるから、ね、こういう横にお日様が当たって、やはり中が温まりやすいんだよね、結構ね。そうすると、水蒸気で逃げていくし、下からは水は逃げていくしっていうことで、結構一日忘れると致命的な水分不足になったりするんで、ここはやっぱ気をつけなきゃダメかなと、特に夏場はね。そうすると、まあ、1日、まあ、朝にあげれば俺はいいと思うんだけども、朝は必ずあげてほしいなと。で、どのくらいあげるかって言ったら、苗のポットだった、ポットじゃなくて、プランターとか鉢とかの下から水がね、にじみ出るぐらい
でそのくらいあげたら、まあ、まず十分かなと。そして、このタイプだったり、まあ、プランターも細長いのもあるけども、下に受け皿があるじゃないですかね、受け皿、ここに水を溜めておく人いるんだけども、それやめてください。そうすると水が腐るよりも呼吸ができなくなるんです。土の中の下の方から空気が入ったりしなくなるんで、根っこが腐るのかな、確かに水が下に水が多く溜まってる状態で酸素が足りない状態になると腐ります。俺も山の畑でね、雨がいっぱい降った年、人参とか大根とかどんどん腐って、じゃがいもも腐ったりとかね、そういう目にあって、まあはっきり言ってもうこれっていう状況になったりしてるんで、ね、痛いほど分かってるんだけど、身に染みて分かってるんだけども、下に水がいっぱい溜まる状況っていうのはやはり好ましくないです。だから水がちゃんと抜ける状態を作ってあげてほしいから、受け皿室内でやるときは受け皿やっぱ必要だと思うんで、でも水が溜まったらその水を投げてあげると、そういう手間一手間をかけてあげてください。朝に、下からにじみ出るぐらい水をたっぷりあげる。そして下の受け皿に水は溜めないということを心がけてほしいなと思います。でね、やはりプランターのことは結構制限あるけど、やっぱ栽培のスペース、根が張るスペースで、水のこととか栄養分、土が少ないんだから栄養分も少ないから、やっぱ追肥とかも必要になってくると思うんだけれども、その時土の中に最初に入れる、あ、そう、これも土の中に入れたら、未熟な肥料っていうのは中で腐敗してガス出て根っこをね傷めたりするんで、もし土の中に混ぜるんであれば、2-3週間、できれば1ヶ月置いて土の中でちゃんと分解させてから植えてあげてほしいなって思います。それができない、時間がないっていうんであれば、最初喋った後期的条件、表面に置いてあげる、で水をかけてあげて養分を加える、追肥っていう方法を取ってほしいなって。とにかく未熟なものは土の中に入れないということを心がけてほしいのね。で、今こうやっていろいろ制限があるあるあるっていっぱい話してきたけれども、プランターの最大のメリットっていうのは、あれ、作土層をいっぱい取れるってことね。作土層っていうのはやはり畑でやってると、まあ作土層っていうのは作る土って書くんだけども、作る土の層、まあ、要は土が柔らかくて栄養もあって空気も入ってきやすい層っていうか、そういうところなんだけれども、畑でやってると15センチとかいいところで20センチが大体かな、すごいところはなんか5、60センチとかいうところもあるけれども、そういう条件いいところっていうのはなかなかないんで、まあ、大体多くても20センチかな、20センチぐらいが大体平均的なところ、作土層なんだけれども、プランターっていうのは土自分で入れるじゃない。それは50センチのプランターだったら、その50センチ作土層にすることができるんで、そうすると長い人参、金時人参とかごぼうとかそういうのも作れるのね。普通俺の山の畑は作土層がちょっと狭いんで、硬いし土がね、粘土層だから奥までいけないから、ちょっとごぼうとか長い人参とかやっぱやるには畝を高くするとかいう方法を取らなきゃいけないんだけども、それがプランターは土をちょっと長いプランターに土をいっぱい入れてあげて育てれば、作土層を多く確保できて長いごぼうとかもいろいろ作れちゃうっていう、そういうちょっとしたそういうね、なんだ、良さもあるんで、ちょっとしたじゃないね、最大のメリットはそこだと思うんで、作土層を自由に設定できると。当然プランターのサイズとか形とかによって売ってる売ってないとかの制限もあるけれども、そういう風に作土層を調整できると、ね、浅くてもいいんだったらただ30センチのプランターでも20センチしか入れない、10センチしか入れないっていう方法も取れるし、ね、で大きいの買ってくれば長いのも作れるって、もしくは木も作れると、木も育てられると、そういうような自由度があるんで、やはり結構使い物になる、使える栽培方法だと思うんで、とにかく栽培するとき、プランターで栽培するときは間隔を30センチ、40センチ上げてあげて、でもし開けられない、もっと植えたいってときは肥料をその分やはり入れてあげなきゃいけない。そういうふうに開けないんだればね、開ければもしかすると無肥料でいけるかもしれないけれども、で土の中には未熟なものは混ぜない、まあ、入れるんであればやはり3週間、1ヶ月ぐらいは置いて完熟させる、土をね、土自体を、ね、か
腐敗ガスが出て根っこが焼けたりするから、そして水をあげるときはしっかり鉢の底、プランターの底から水が出るようにして、下に受け皿を置いてあるんであれば水は溜めない。それが空気を遮断するし、根っこを、まあ、空気遮断して天気的な条件になって根腐れとか起こして取れないなんてこともあるんで、そこは気をつけてやってほしいなと思います。あとはね、ペーハーとかもね、ちょっと調整してあげれば、卵の殻を焼いて砕いて入れるのも OK らしいから、表面に巻くのも OK だし、俺みたいに草木灰、焼いた草とか木とかそういう、灰ね、灰木灰、それを巻くのもありだし、駆動石灰買ってくるのもありだし、ペーハーだけ調整してあげれば結構できると思うんで、あとはしっかり観察して、毎日観察して、養分が足りない合図、葉っぱが黄色くなったとかしおれてきたなとか、水足りねえなと思ったらあげてあげるとか、ね、しっかり観察してあげれば十分プランター栽培できるんで、ね、その辺気をつけてやってみてもらえればなと思います。プロの農家さんでもプランター栽培結構やってますんで、ね、自分で食べる分かもしれないけどね、うん、やってるんで、その辺やってみてほしいなと思います。俺ももうちょっとプランター増やしてみようかな今年、うん、ちょっといろんな野菜やってさ、動画にしてみたいなってさ、でもね、育てたことないやつをね、実験的にね、自分の経験値として貯めるためにね、プランター買い足していろいろやってみたいなと思うんでね、みんなでね、いい野菜を作れるようにね。俺もプランターの知識はほとんど勉強してこなかったから、あの露地栽培だから、まあ、その辺勉強していきたいなと思います。